お疲れ様です。なんかさ、このさ、水色のセーター着てたらさ、あれなんだっけ、モンスターズインクのさ、サリーって名前合ってるかな、なんかサリーみたいな名前だと思うんだけど、なんかあのモンスターズインクのサリーに思えてきて、ジェームズ・P・サリバンがあれか、フルネームかで、なんかね、そのあの横に緑のニットがあって、なんかすごいモンスターズインクみたいだなって思いながら、この水色のニットを着ました。言わなかったら言わなかったらサリーっぽくないか。検索してみて、モンスターズインク、モンスターズインクってさ、調べたらすぐ出てくるよ、サリーとマイクが。ありがとうございます。 Thank you Thank you Thank you。 Thank you。今日水曜日ですね。なんかさ、さっきさ、お母さんと電話してたんですよ。で、私その1週間のうちの別にその曜日通りに私は活動してるわけではないので本当に関係ないんだけど、でもなぜか水曜日にお母さんと話すことが多いなって思って、でその理由がいつもあのテレビ電話するんですけど、その映り込んでるそのテレビ電話のお母さん側の方の画面に、あの上田と女が吠える夜だったっけ、あのトークバラエティ番組あるじゃないですか、なんかそれがいつも流れてるような気がして、あれ私お母さんと話すときいつもこれ見てる気がすると思って、背景にいつも流れてるかもと思って、よく考えたらなんかそう、時間帯も同じなんですよね大体。だから水曜日に母親と私は話してますよくなんかね、変ですよね、なんかそういう周期があるんですかね私の中で上、あの番組面白いですよね、すごい好きです。なんかね、その番組を一緒に見てるわけじゃないんですけど、なんかね、たまたま
いつも流れてるんですよ。母と電話するとき、なんかいつもね、あの実家にチワワがいるんで、チワワ、ロングコートチワワ、レオくんなんですけど、レオくん、レオちゃん見してって言って、レオを見るためにテレビ電話にしてもらうんですけど、大体なんかね、背景でね、若月千夏さんとあのクリームシチューの上田さんがね映ってるんですよね。で、あっと思って、また流れてるもう結構もう数えきれないぐらいいつも流れてる。そう、ようやく気づきました。私水曜日によくお母さんと話すんだと思ってでね、お母さんすごいバラエティ好きなんで、だいたいテレビつけてるんですよ。そう、あ、これ見てたんだって言って、お母さんあれが好きですよ、有吉の壁、お笑い番組わかりますか、あれが好きでよく見てます。母親はお笑いが大好きです。でも親の影響かもしれないね、もしかしたら。結構私もお笑い好きなんですけど、お父さんも好きで、お笑いが。こんばんは。県民賞を見ると金曜行けば休みって感じになる。なるほどね。みんなの中でもやっぱあるよね、そういうなんかリズムみたいなのがテレビでなんか感じる、なんか毎曜日か曜日感覚を感じる、曜日感覚を取り戻す。あおさん、りなんちゃん、ハイキーさん、フッキーさん、ジャワパンさん、ダイダイさん、ギフトありがとうございます。ケイチさん、ダイダイさん、ありがとうございます。たまご豆腐さんありがとう。うん、私ね、子供の時火曜日に世界仰天ニュースがあって、あ、違う、水曜日にあったのかな、水曜日に世界仰天ニュースがあって、木曜日にアンビリーバボーがある、あの流れがすごく大好きだった、小学生の時すごい好きで、で月曜日があの世界丸見えなんかそのなんか火曜日は何もなくって、水曜日と木曜日すごい好きだった。え、水曜日、え、火曜日だったっけ、世界仰天でも木曜日がアンビリーバボーなのを覚えてるんですよあの冒頭にさ、たけしさんが出てくるじゃないですか。世の中のすべては奇跡で溢れているみたいなこと言ってさ、あのアンビリーバボーの最初こんなこと言うじゃないですか好きでしたね、アンビリーバボー。世界仰天ニュースもね、よく見てた、子供の時から。
世界仰天ニュースといえばみほりん、確かにみほりんそういえば出たね。そうだね、すごい。うん、クラコン見てくれてありがとう。くクラコンのポーズ、くマネしていいよ。なんかさ、火ってあるじゃないですか。ひらがん、日向坂さん、火。クラコンのマーク、くこっちか。この間ツーショット撮った時にね、クラコンのステッカーをスマホにつけて、なんかつけてたのか、シールを貼ってた方がいて、私もあのステッカー欲しいと思いました。クラコンのステッカーなんてあったんだと思って、その時に知りました。え、クラコンのステッカーどこで手に入れたの、いいな、私も欲しいって言ったら、えーって言って、あのどこで手に入れたか教えてもらえなかったです。えーって言って帰っていきました。え、結局どこで手に入れたんだろうと思って、聞き出せなかったです。うん、謎に包まれたまんま。ああ、前にござ販売してたね。あの時のに売ってたのか。でも私も欲しいです。5周年コンサートのブースであった。そうなんだ。今度クラコンの収録があった時に言ってみます。ステッカーってまだありますか、もしまだあったらもらえますかって言って、その時ちょっと聞いてみます。こんばんは。うん、その時ね。アクスタしゃもじ懐かしい。しゃもじそういえば書いたな。あのさ、クラコンを担当してくださってるプロデューサーさんをいつもあの角プロデューサーなんですけど、私そこまでね、カドピーさんとね、おしゃべりをしたことがなくって、まあその挨拶とかはするんですよ。新年明けましておめでとうございます、私もお願いしますね。なんか嬉しいですね、新年明けてなんかこうやって呼んでいただけてね、本当にグラコン大好きですとか言うんですけど、でもそんななんか喋ったこその深い話とかもしたことがないのに、なんかいつもあのいじってしまって、なんか申し訳ないなと思って、なんか顔のさ、あの角さんのなんか大きい顔だけくり抜いたイラストのさ、大きいパネルみたいなやつ、あるんですけど、
あれバンバンなんか使ってるからさ そう、公開されてないところもあるんですよね、収録中にでもそう、収録現場にはいらっしゃって、角さんはなんかいつも寒そうにしてるなって思いながら寒そうにいろんな意味でね、私たちのそのやってる一発芸とかそのね、結構収録現場がね普通にエアコン効いてなくて寒い時があるんですけど、なんかいつも寒そうにしてるなって思いながら見てます、チラ見してますこんばんはです。あ、白袋さん、かわいいギフトありがとうございます。じゃあ私のほっぺのハートあげて差し上げます。ハート、最近このポーズ流行ってるんですよ、皆さん覚えてください、ほっぺハート。タコスケさん、かわいいギフトありがとうございます。最近でもね、私 YouTuber さんのある動画見てて、その投げキスの仕方が面白すぎて、これ真似しようってすぐ思ったやつがあったんですよ。なんかあの普通投げキスってさ、こうパッてする、こう軽くさパッてするじゃないですか、パッてこうね、口に手を当ててパッてやるじゃないですか。でもその YouTuber の方がすごかったんですよ。もうあの唇をこうやってもぎ取るもぎ取る形してだってえって投げてたなこっちに投げてきてもぎ取ってたんです。でもう肩を使ってぶん投げるってもうこれじゃあ届かないから、これじゃあもう画面の向こうにいる、もう遠いところに住んでる人に届かないから、もう唇をもいで肩を使ってな投げキスしてて、それがちょっと面白かったんですよ。しかもそのなんかこんなんじゃなくって、もう本気に本気です本気、早いんですよこの速度が。ちゃんとスナップも効かせてね、唇をしっかりこうもいで後ろから肩を回してそう、その全力投げキスのやり方を私も真似しようかなと思って、いいなって思って面白かったんです。投げキスのプロでもなんかその気持ちすごい大事だなって思った。なんか確かにこうで
まあ、これもさすごいこう可愛いけどさでもなんか確かに遠く離れた人、遠く離れて住んでる人に向けて投げキッスをしようと思ったら、確かに気持ちを込めようと思ったら、もう唇をもぐぐらいスピードをつけて肩を使って投げるぐらいしないと、確かに気持ち的にはそのぐらいしないと届かないかもしれないね。その気持ちはすごく大事だと思う。遠投投げキッス。こんばんは。チピチピチャパチャパドビドビダバダバ巻き込みなななにのののわあ、この曲で思い出した。猫ミームのままにしてる私、確か配信中の文言ハッピーハッピーハッピーにしてると思う。小島愛子配信中のやつにさ、多分ハッピーハッピーハッピーって入れたまんまにしてると思う。それ変えようと思ってたんですよね。猫ミーム好きだよ。チビチビチャパチャパ、かわいい猫ミーム。小島愛子って X で調べたら、その今視聴してくださってる方が小島愛子配信中って言って、そのタイムラインに載せてくれる方がいらっしゃるんですけど、私の名前で調べたら引っかかるんですよ。でその時に配信終わって見る時に、あ、また配信中の文言変えてる、変えるの忘れてたと思って、毎回思うので、今日こそはこの配信が終わったら変えようと思います。猫ミームやってって言われたらどの動きする？かもしれないはあ、はあ、はあ、ハッピーハッピーハッピー、チャカチャカチャン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 、ハッピー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 、チャカ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 、ドゥルルン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 、あにゃんま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 にゃん、あるる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 、はあ、あるる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 、はあ、チピチピチャパチャパドビドビのマのマハキホミのニのニのな、チピチピチャパチャパフミウニアニャノアヒフニマニノニノオオオオ、ピチピチ叩くやつ、叩かれてる方、一通りやりました。あ、あとやってない。Hey, hey, you, you, I'm...
これ猫ミーム知らなかったら何やってるんだろうって感じですよね。でもすごい今大流行してるので皆さん知らなかったら見てください。猫ミームって調べたらすぐ出てくるよ。でも一通りできるぐらいには私も見てて、よく見てて、今素材を作れました。再現しました。全部11時だね。なんかね TikTok でねよく流れてくるかな。 TikTok 見てなかったらわからないよね。じゃあ今日はこの辺で終わりと思います。韓国語でね、終わりってね、クッって済むらしいよ。クックッ終わりクッ一文字で済むんだって。クッ短いよね。配信ありがとう。いいえ、こちらこそ見てくれてありがとう。じゃあランキング見ますね。13位ブンさん、12位アンちゃん、11位ゾウさん、10位青鷹さん、9位ズーミンさん、8位ウリンちゃん、7位ケンケン、6位チャボテン、5位タコスケ、4位ハイキー、3位ケイチ、2位クジマスさん、そして1位はシロフクロウさんでした。あぬおおぬるどすごへっそよ。あぬるおぬるどおぬるどすごへっそよ。今日もお疲れ様でした。ありがとう。また明日も私に元気を分けてください。私に元気を分けてあげる側じゃなくて、あくまでもらう側。私に元気を分けてください。余ってるんでしょう元気、じゃあ分けてください。余ってる元気。逆私があげる側。はい、脂肪ならねいくらでもお分けできますので、ちょっとほっぺあたりのほっぺハートとか言いながらちょっと脂肪をみんなに分け与えてるから今。はい、では皆さんありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ。